高海道大王級駆逐艦。高海道大王級駆逐艦。高、か、井戸大王級駆逐艦。クアンゲトデワン級駆逐艦。は、大韓民国海軍の駆逐艦の艦級、大韓民国初の国産駆逐艦である。大韓民国海軍の作戦海域は、県軍当初は、沿海域に限定されており、1951年の時点では、 概要作戦艦としては小型、低速のタコマ級、フリゲート、PF2 隻を保有するのみであった。1960年頃に、PF や護衛駆逐艦、でを増強した後、1970年前後に、フレッチャー級駆逐艦を導入して、艦隊駆逐艦の運用に着手した。また1980年代にはさらにフラム、回収型のアレン・エム・サムナー級、 ヒアリング級を導入し、洋上作戦能力の強化を図っていた。一方、1970年代に、僕世紀政権が発表した、自己完結型の国防力整備を指した八カ年計画に基づき、戦闘艦の国産化が着手され、まず、東海級コルベットやウルサン級フリゲートが建造された。続いて、駆逐艦の建造が着手されることになり、 これによって建造されたのが本級である。設計作業は1989年から大宇宙工業、現在の大宇宙船海洋によって着手された。当初計画では1992年末には一番艦が寄港され、1996年には竣工する予定であったが、予備設計が1993年末まで延長されたことから、計画も後倒しされた。 計画名は、当初は、KDX-2000 とされていたが、後に、KDX-2、現在の利春新旧計画がスタートすると、これに合わせて、こちらは、KDX-1 と称されるようになった。当初は、最大20席の建造も検討されたが、結局3席の建造にとどまった。線形としては、平ら板型が採用されているが、 ハンガーを設置した後部上部構造物は両舷いっぱいまで広げられている。管内容積の不足を補うため、管の長さに比較して上部構造物は高く、また環境構造物の上にも大型の乾板室が設けられているために、全体の印象はややトップヘビーなものとなっている。また実際にも管内容積に乏しく、復元性などの養生行動力にも問題があると、 言われている。なお、V 字型に傾斜した、並列式のホーム煙突が設置されており、ステルス性を基としたものという説もあるが、艦型の拡大に伴って、船体中央部に余裕ができた、KDX-2 ではシンプルな単煙突に、改められた。主機には、ウルサン級を踏襲して、コドック方式を採用しており、高速機は、同じゼネラルエレクトリック LM2500。 ガスタービンエンジンであるが、巡航機としては、V 型20気筒に強化した、マトゥー 20V956TB92 ディーゼルエンジンが採用された。推進機としては、可変ピッチ式、スクリュープロペラが、両弦に、軽二軸配置されており、巡航機と高速機は、各推進機に一機ずつ、減速機を介して接続されて、これを駆動する。また電源としては、 出力8 0 0ットのディーゼル発電機が4機搭載されている。電子装備に関しては、米欧石中とされている。戦術情報処理装置としては、イギリス海軍が23型フリゲートで搭載した SSCSMK-7 をベースにした KDCOM-I が搭載された。なお、韓国海軍では、やはり、イギリス海軍が21型フリゲートに搭載していた。 武器完成システムの輸出版である W 百 -423 をすでに歩行級コルベットに搭載して運用していた。また戦術データリンクとしてはアメリカ合衆国のリトンインダストリーズ社元ースロップグラマンシップシステムズが開発した LNTDS を韓国向けに改正した韓国型 NTDS、NTDS を搭載している。なお、 2012年以降、2014年10月までの間に戦闘システムが予期せず24回もシャットダウンしていることが判明している。このため、韓国海軍では予期せぬシャットダウンを防ぐために毎日戦システムをリセットしている。この問題を根本的に解決するために、韓国海軍は本型の戦闘システムのアップグレードを検討している。センサについては、レーダーは 長距離捜索用としては、アメリカのレーセオン社の案、SPS-495 を水上に、目標補足用としては、オランダのタレスネーデルラント社のメガワット -08 を全省上に搭載る。またソナーは、ドイツのアトラス社の DSQS-21、BZ を官邸に装備するほか、アメリカからの技術導入を受けたと思われる国産の、 S, s q r 2 2 0系戦術、栄光ソナーも装備化されている。防空用としては、RIM-7、PC スパロー股間防空ミサイルの垂直発射機、VLS である16セルの MK-48 モッド2を、環境構造物直前の看板室に収容した。なお、MK-48VLS 自体は、海上自衛隊の紫型護衛艦などでも、 採用実績があるが、これを埋め込み式で搭載したのは、本級のみである。その誘導は、前哨直前の環境上と水分直後の、上部構造物上に一機ずつ搭載されたスター -180 レーダーによって行われるが、これは、手法の射撃式と兼用である。手法としては、オートメラーラ射性 127mm コンパット砲監視看板に、 また近接防御用のゴールキーパー30マッシュダブディスを環境構造物上04看板レベルと後部上部構造物上03看板レベルに搭載した。耐水上火力としてはボーイングハープンブロック IC 艦対艦ミサイルの4連装発射塔2機を煙突直後の01看板レベルに搭載している。また対戦兵器としては MK-323 連装単魚雷発射艦を煙突両脇の上甲板上両原に搭載する。ここから発射する単魚雷としては、当初はアメリカ製の MK-46 が用いられていたが、より高速の国産機であるの装備化に伴って、こちらに切り替えられていくものと考えられている。電子戦装置としては、アメリカのアルゴ社、アルゴシストムズのエイペックス E、 AR-700 電波探知妨害装置が搭載された。これは電子戦支 m 用の AR-700 電波探知装置と電子攻撃用の a p e x e a d ビンド i n d ラ Programmable e l e c t メジ NIC Counter Measure システム電波妨害装置を統合したもので、ポルトガル海軍のバスコダガマ級フリゲートやギリシャ海軍のイドラ級フリゲートで採用実績あった。またこれと連動する。 チャフフレア発射機としては、従来用いられてきた、アメリカの MK36 スバックに変えて、欧州チェイ射星の互いへ、MK2 が搭載されている。艦名は、四世紀末から五世紀初めにかけて、コークリ国王だった、高海道をより名を取った。二番艦のウルチモントクは、随軍と戦った、コークリの将軍名。三番艦のは、東軍と戦った、コークリの将軍名。 2018年12月20日、DDH-971 公海道大洋が、能登半島沖で、海上自衛隊第4航空軍の P-1 哨戒機に対して、下機完成レーダーを照射する韓国海軍レーダー、照射事件を弱気した。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。